琉球ドラマナイト閑古鳥の泣く夜。今夜も始まりました閑古鳥の泣く夜。役者の神崎秀俊と作家の小原武と超常現象研究家の中津川すばるです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週はね、中津川すばるさんをお迎えして、はい、話を伺ってるわけなんですけども、すばるさん、もともとどちらのご出身なんですか？もともとは岩手県ですね。はいはい、はい、それがまた10年ぐらい前に沖縄に来られた。はい。その動機って何だったんですか？まあ大学が北陸、長岡にいたんですけど、まあ就職をして神奈川の藤沢の方に、約5年ほど働いていましたけれど、その後、まあお金を貯めて、留学をしたんですけれど、はい、まあ、オーストラリアにそこからさらに6年ほど住んでまして、まあ、帰国してから、まあ、関東で働きながら、過ごしていたんですけれど、うん、まあ、大きな地震とか原発の爆発とかがいろいろ起きて、東京はなかなか、住み心地が悪くなっちゃって、しょうがないな、日本中いろんなところに声をかけて、どっか行けるところは住めるところはないかなっていう探したときに、たまたま、沖縄においでよっていうふうに友達から言われて、じゃあ沖縄に移住しようということになって、2012年の6月くらいなんですけれども、こちらに引っ越してきました。最初に会ったのは2012年かな、確か。そうですね、確か宜野湾の飲み屋さんで、なんか、面白い人が来てるよって言われて、はい、はいはいはい。行ったら、この人がいたわけですよ。はい。飲み屋なんだ、最初の出会いは。最初の出会いは飲み屋さんですよね。はい。でも、それ以前に、僕テレビに見てて、笑っていいともとか、はい、千原ジュニアさんとこう喋ったりとか。僕はヤフー占いで見てましたよ。中津川スバルの。なるほどね。グリーディング占いっていう。はい、無料何回かやらせてもらいました。はい。もうだから10年ですよね、沖縄。そうですね。沖縄どうですか？合ってます？まあ、1990年代から何度か沖縄には訪れていまして、まあ、暑くて湿度が高いっていうのはよく知ってては来たんですけれど、沖縄に来てからいろいろ体にも変化がありまして、まず、ヒゲが濃くなったっていうのがあって、たのと、あと潮風に毎日触れる時に、目やにが止まらないっていうのがあって毎朝あれおかしいな、目やにが取れないなっていうのは1週間から1ヶ月近くあって、それ以降は慣れたみたいで、そういうことはなくなりましたけど、まあ、潮風のせいなんだろうなとは思うようにしています。なるほど。それ以外の理由があるんですかね、なんか。まあ、住んでる場所にも起因するものは何かあるかもしれませんね。なるほどね。今どちらにお住まいなんですか？今はマージですね。世界遺産の式内という、ところがありますけど、その近くに住んでいます。県内でも有名なお墓どころですよね。そうですね。まあ、式名霊園が近くにありまして、沖縄の約7割の、墓地が集合している場所になりますね。あ、まあ、墓地、墓地って感じで、そうです、ね、生活してるんですよ。はいはい。あそこら辺はなんかね、やっぱりお墓が多いですから、はい、死んだ方とかなんか、そういうのも、感じ取ったりするんですか？夜中にフクロウが鳴く音はよく聞くので、まあ、珍しいなと思って、近くまで行って、録音したこともありますけど、フクロウはほうほう鳴くんですけど、僕が行った時に、ほうほうではなくて、リズミカルに歌っているほうほうがいるんですよね。どんな？だからそれはフクロウなのか別のものなのかわかりませんけど、ちょっと不思議だなっていうのが何回かありましたね。なるほどね。沖縄の人には沖縄の墓地は怖くないからって言われたんですけど、まあ、行ってみたらちょっと不気味なところも何箇所かあって怖いなとは思いましたけど。まあ怖いですよね。怖いですね。そこら辺はまああれですか、霊感はある
僕はほとんど霊感はないんですけど、一応その1990年代のアカシックレコードの修行で、超能力みたいなものは備わっているみたいなので、霊とか霊と話ができるとかいうわけではないんですけれど、うん、そのエネルギーを感じ取る程度ですよね。はい。なるほど。じゃあそこら辺はまた、ウェブの方で、ぼちぼち掘り下げますか。はい。ね、はい今夜のお相手は神崎秀俊と、小原武史と、中津川すばるでした。はい。はい。まあ、本当にぼっちですよね、それで。そうですね。で、その、リズミカルに歌ってるって、どんな風に？まあ、鳥なので、こちらからも、声かけをすれば、応答してくれるんじゃないかなと思って、僕も、ほうほう言うんですけど、それに合わせて向こうも、ほうほうほうって言ってくるんですね。じゃあ、それに合わせて僕も、ほうほうほうって言うと、ほほ？会話が成り立ってるから、あれ？これは、鳥なのかな、別なのかなっていう。沖縄のね、妖怪で、コウミっていうのがあるんですけど。はいはいはい、はい。人が死ぬ前に出てきて、はい、コウコウって言うんですよ。はい。それはなんか会話できるって。それによく似た話がなんか地元にあったらしくて、うん、私もその鳥の鳴き声を、聞いた後に、救急車が近くに来てるんですよ、うん。だからもしかしたら因果関係あるかもしれませんけど。うん、じゃあ、こう見たら喋ってたかもしれない。ね、そうですね。で、今その話してたらこっち音をしましたよ。うん、聞こえた？聞こえなかった。どっち？こっち？僕こっち聞こえたけど。え、何？ほうほうって言ったんですか？カチッって音が。カチッと。なんかスイッチが入った。はい。入りました。でも、昨日と今日の話聞いてる、そのアカシックレコードを読むっていうのは、はい、もう、訓練したらできるみたいな感じですか？そうですね。私も当時の、ゲリーさんの、まあ、トレーニングを、まあ、紙に書き出したりとか、まあ、音声にして、トレーニング方法を CD で聞かせたりっていうことは、ワークショップを通してやっていますので、まあ、やり方さえやれ、一度習えば、あと自宅でずっと続けられるものなので、まあ一年もやれば相当な能力に達すると思います。じゃあ別に霊感とかそういうのがなくても全然。そうですね。まあまあ、アカシックレコードは皆さん多分寝ている時に見ているはずなんですけど、それは無意識的に見ているだけなので、自分の。そうですね。意識的に見ようっていうのがそのトレーニング方法なんですよ。無意識に見てるってことは、時々思い出すこともあるってことですよね。それもありますし、あとは、寝ている間にゆったり離脱して、時間とか空間を超えている人がたまにいます。それが、数日経ってから、まあ、デジャブという形で、あれ？来たことがないのに、来たことがあるって感じる場合は、数日前にその人がそこに来た可能性があるんですよ。まさ夢とか言いますね。そうですね。結構なんとなくで夢の中でそういうのってありますよね。まあね。なんかありましたね。僕がよくあったのは、翌日テストなんですけど、うん、消しゴム忘れた夢。消しゴム忘れた。見て、朝、持ってかなきゃって思い返す時がたまにありますけど、実際、授業を受けてテスト中に消しゴムがないっていうのがたまにありましたね。それをなんか、追体験。追体験じゃない？前体験？そうですね。事前に体験しているので、うん、その時になったら思い出すはずなんですけど、うん、直前に思い出せば、そうならない未来もあるんですけど、うん、思い出さなければギリギリまでその状態がキープされるので、うん、未来で正夢になりますよね。そういうのはデジャブみたいな。そうですね。で、思い出す方法がありまして、例えば寝る、起きるときに、一定のラジオとか一定の
音を鳴らしておいて、うん、起きる時のうとうとしている時に流れてくる、朝のラジオとか、音楽を同じものにしといて、で、その時間になったらもう一回その例えば昼食事した後にその音を流すと、夢で見ていたものをもう一回見ることができるんですよ。ああ、それで誘導されて見る。そうそうですそうです。あれでもおじいおばあって結構ラジオつけますよね。確かにね。うちのお父さんもなんか最近ラジオつけっぱなしに寝るんですよ。昔はあんななかったけどなと思うけど。年取るとそんな。年取ったらなんかああいうの聞きながらずっとみんな寝てるんですよ。だから意識は、夜中でも、あるので、まあ、体は寝てますけど脳は起きてるので、うん、音が流れてれば、その音と一緒に多分、夢を見てるんだと思います。いわゆる BGM 付きな夢、はいはい、ということになりますね。うん、だから BGM を持ってくれば勝手に再生されるということです。確かに音のない夢、ある夢ってありますよね。そうですね。あとは空飛ぶ夢をよく見る方もいらっしゃいまして、飛ぶのと、あとはジャンプするとすごく高いところまでジャンプできるっていうので、家の上を飛んだりっていう人もいらっしゃいますね。はい、僕よく見るんですけど、はい、なかなか飛べないんですよ。はい、竹林の中で飛ぼうと思って手広げて、ミーチコノコマーチみたいにこうやるんですけど、はい、ゆっくりだけど、はい、最後は上がるんですけど、はい、すっごい時間かかるんですよね。僕もどっちか、僕もそのどっちかって無重力みたいな感じです。さって飛ぶんじゃなくて、だんだんこう離れていくみたいな。あ、そうですね。離れていくんですけど、あるとこまで行くと、ちょっと、あ、やばいってなんですよ。帰れなくなっていくのがあるから、ずっと戻ってる。うん。どこまで行ったら、夢が分かる。帰れなくなって嫌だね。でですよ、夢の中でなんかそれを一応特技にしてテレビ出てるみたいな夢見ます。それを夢でそれを売り物にしてるっていう。なるほどね。まあ、夢とこの現実というのは繋がってるんでしょうね。そうでしょうね。うん、この違いってあるんですか、さっき言ったように。ここ離れていく夢と、スパッて飛んじゃう人の、はい、この夢の見方で。例えば目的地がはっきり分かっている人であれば、あ、自分が飛んでるっていうのを認識した瞬間に目的地にズバンとこう移動できるらしいんですね。おー、そういう夢の中でと。夢の中で。だから夢の中で基本何でもありじゃないですか。ただし自分がそれに、ここが夢だっていうのに気づくか気づくかないかだけなんですけど。認識夢ってやつ。そうですね。気づいた瞬間に、真っ暗で誰かに、追われているような夢であっても、一瞬でお花畑にするっていうことは可能なので。おー、コントロールするってことでしょ？寝る前に10回、自分は夢を見たら起きるっていう風に、うん、夢を見た時に手のひらをこう見なさいっていうのに自己暗示するらしいんですね。うん、そうすると、うん、夢の中で手を見るって、手を見た瞬間から、それまでの世界が一変するそうです。おー、それが精神心理学者が、作った夢、の中で明晰夢に変える方法っていうふうに提案されてましたね。今度やってみたいけど、なんか夢見たら忘れそうだ。そうです。まあ明晰夢を、意識的に見たいんであれば、某、乳酸飲料を寝る前に飲むか、チーズ、青カビのチーズあるじゃないですか。ブルーチーズ、ブルーチーズ、うん。それを3切れ寝る前に食べると、明晰夢を見れる世界に行けると言われてますね。某乳酸飲料なんだ、なんとか線みたいなやつですか？そうですね。言ってるよね。言ってるよね。なるほどね。じゃあそれを見て、うん、足をかけてみると、明晰夢が見えると。乳酸菌ってやつですね。乳酸菌。はい。ちょっとやってみましょう。はい。はい、今夜のお相手は神崎仁志と、小原武史と、中津川すばるでした。YouTube のチャンネル登録、高評価、Twitter のフォロー、よろしくお願いします。ポッドキャストも配信中。
詳しくは概要欄まで。